1> 第1章、人はいかにして人になったのか、そしてなぜなったのか。第1説、人はさらに進化したのか。進化論の健康な土俵。19世紀にダーウィンが提唱した進化論の土俵はまるで牢獄のように強固であり、その根は生物学の中ばかりか、科学のあらゆる場所に植え付けられた。だから19世紀を進化論の世紀と呼ぶ科学史家もいる。確かに進化論は革命的な考えであった。 それまであった土俵はといえば神学であり、生物や生命の起源についてさえも、キリスト教やユダヤ教の古典、旧約聖書の天地創造説からはみ出していなかった。人は神に選ばれた特別の存在であり、万物の霊長であるということが何の疑いもなく信じられていた時代に、人の先祖は猿だというダーウィンの理論が引き起こした衝撃は、計り知れないものだった。しかしその後科学から神、神学から科学へという大転換が起こって、 ダーウィンの進化論は絶対的事実としての土俵の地位を獲得することとなった。そして今度は逆にダーウィンの進化論があたかも進学のような位置についたのだった。そしてこのダーウィンの理論を大前提としてそこから進化のプロセスを何とか説明しようという努力だけが続けられてきた。進学に代わって科学が神になり、進化論はその神たる科学の象徴になったのである。しかしその過程で批判されるべき事態も起こっていた。 ダーウンの理論は基本的には正しいものであったために、いくつかの無視すべきでない欠陥があっても、あえて無視されることになったのである。中にはダーウン自身も疑問だと言っていることさえもあえて見過ごされた。それはシンカンが新たな神の位置についたからだった。例えば、猿と人の中間形態の化石が発見されなくても、そのうち出てくるとした後回しにされたが、イラクの大量破壊兵器と同じでずっと出てきていない。化石は本書で後に指摘する場所以外では今後も見つからないだろう。 物理的な準備さえできれば我々には見つける用意がある。後で証実するように人の新生児は最初に去ると同じ位置に高騰がある時期に航空の中で抗体を開始して人独特の位置につく。生まれた後にこの動きが起きることは進化途上であるとすれば説明がつく。けれどもその高騰の抗体がなぜ進化なのかが大疑問なのだった。 高頭が後ろに行って気管が航空に向かって口を開けている状態になったため人は常に食物が気管に詰まる危険にさらされているまた鼻から入った水を気管に入れないように難航外を密閉開閉する必要が生まれたダウンはこれを変だと考えたし結論は持てなかったが非公の学者は無理やり進化のはずだから何かいいことなのだろうと考えることにしたいわば神の五卓戦の誤字である 口頭が下に下がったため難航外ができ、それを上げ下げするためにさまざまな音を出すようになったという理屈だ。そんなバカでさまつなことはない。この高頭の位置のおかげで気管と食堂が並んで口を開けて航空につながった。おかげで今も人は多数の個体の命を神に捧げているのだ。老人が餅を喉に包まらせたり、口外水、喉沈黒が気管を塞いで乳児が突然死に襲われるということだ。 これははは進化ででななく退化ではないかこういうものもそのうち証明されることとして後に回しておいてもよいと考えられていたその間に進学にとって変わる新しい土俵をまず確固たるものにしなければならないと思われてきたのであるその中には結局のところ猿から人への進化はどうして起きたのかという問題も含まれていたそれこそそれは根本問題ではないか直立に双方向自体がいかに一体本当に進化なのかという大問題を含んでいるからだ 実はダーウィン自身がその問題に気づいていたのだった。彼は進化は確かに交流、エボリューションではあるが、生命形態として進化なのかどうかはには疑問を抱いていたのだ。だから彼はミミズやサンゴのような原始生物の強力な生命のメ,メカニズムに大きな関心を抱いて、最後までそれ、特にミミズを研究していたのである。ダーウィンが言ったのは人類と類人猿とは共通の祖先から分かれて進化したということだ。 法廷に関しては研究者たちの間でいろんな余地のないこととして完璧な合意ができている。しかしその文化がいつどこでなぜどのようにして起こったのか、その時何が起きたのかという点についてはいまだに謎が多く、様々な説が提唱されては、それこそ淘汰されていった。人、人類と猿、類人猿、現存種ではゴリラ、チンパンジー、ボドボド3種との最後の共通の祖先といわれるラマプテクスの類の化石が、900万年ほど前の地層から見つかっている。 確実に直立に双方向をしていたとされているアウストラロピテクス類の化石が350万年前の地層から見つかっている。その間に我々を人として猿から進化させる分かれ道を歩き始めさせるような何かが起こったはずだが、その間の化石は見つかっていない。これは大雑把に言って550万年もの気の遠くなるような空白期間があるということだ。それもこの肝心な時期に。 よく知られているように、さらっと一つの中間形態を示す化石に限らず、進化の中間形態になるものが発見されていないケースは多々あり、これが進化論の大きな弱点となってきた。しかし19世紀以来、この失われた空白期間をつなぐ場は、今は発見されていないけれども、いつかは見つかるはずだと言われ、ミッシングリンクと呼ばれることになった。しかし400万年、プラスマイナス50万年前の地層から見つかった先の化石にしても、霊長類と人の中間とまで言えないものである。 ルーシーという人並みの名前を付けてもらったその化石は、体もほとんど猿だ。何よりも言葉や道具、つまり私がパンツと名付けた人の文化のかけらすら持っていた証拠はない。直立に走歩行したといっても、時にはという条件付きだったし、その歩行の姿も、直立といっても背骨はまだ曲がっていた。ただし、ちぶさがはっきりあったため、ルーシーという愛称を得た。 これまで科学者はルーシーくらいで歓喜するほど猿から人への進化の痕跡を追求できずに来たと言える。ルーシーは学問的に大変な発見だともてあわされた。基地の類人猿の体からちょっとでも進んだものがあったことと、人類の直接の祖先とされていた化石の年代をかなり遡るものだったために大発見と言われた。時にはであっても二足歩行をしていたらしいということも人気の理由だった。だが彼女はやはり人の祖先であるとは断定できない。 猿と人との断絶をつなぐ化石は存在しないのかするとすれば、どこか思いもかけない極地に集約されているという可能性しかありえないだろう。それを発見するには新しい土俵が必要である。ある枠組みの外然性のもとに推論するのでなければ見つかる可能性は少ない。土俵がないと重要な発見があってもその重要性に気づかず、見捨てられてしまう可能性も大きい。ここではまず大前提に戻って猿と人とは本当に似ているのか そんな今更ながらの疑問に答えることから始めてみよう。ミッシングヘア、消えた体毛の謎。人と類人園の共通の祖先たちが森林地帯で暮らしていたことはまず間違いないと言われている。そして近い方の説を取れば、ほんの500万年くらい前に人は体毛を脱ぎ捨て、皮下脂肪を厚くして直立に即方向を開始した。そして文化的には集団生活や道具や言語を発達させて人になった。ここまでの大雑把な進化については合意してよかろう。 問題はその後である。いわゆるミッシングリンクの間に何が起こったのかということだ。猿と人との外見上の大きな差異は体毛の有無である。猿はその豊かな体毛によって体温を調節しているが、人は体毛がないため、皮下脂肪と感染によって体温調節を行っている。体毛を直立させたり寝かせたりすることで断熱や保温が,保湿が,保温ができる猿にとっては、どうしてわざわざ体毛を捨てて熱い皮下脂肪や感染を獲得しなければならないのか 理由がわからないだろう人がなぜ体毛をして裸の猿になったのかということについては一応の説明はされてきた。ネオテニーとか養鶏成熟とか言われているもので、類人猿の場合も胎児のある時期にはほとんど体毛がない。その特徴を人は生涯持ち続けているのだというものだ。養鶏成熟の結果としては体毛以外にも頭の大きさがそうだと言われる。胎児期の類人猿は体に比べて頭が大きい、人と似ている。 しかし大人になると、そのバランスは小さく崩れ、人とは似ても似つかなくなる。確かに人の外見は大人のチンパンジーにはあまり似ていないが、子供のチンパンジーとは非常によく似ており、特に胎児や新生児同士はそっくりだ。養鶏のまま成熟しようという選択は、大人の形態になるよりも子供の形態のままでいた方が生き延びやすい環境になった場合に起こるものである。猿から一人へという時期にそういう状況があったとは考えられない。 ネオテニン説は結果から見た説明であって根拠や原因を示すものではない。それが生きるために有利であったとは言えない重要な欠陥を伴う説明である。1970年代にハーバード大学のスティーブン・グールドが改めて提唱し、まだ力を持っている。だが、人を人をたらしめている特徴はいずれも猿の養鶏ということから説明できるものではない。ほとんどが猿にはなく人にしかない特徴ばかりだからである。 ルールドの間違いは彼が猿を知らないことから来るのではなく、人を知らないことから来ている。人の胎児には猿の胎児とは違う特徴がある。人の胎児は母親の体体にいるある時期だけ、税い毛という体毛を生やすのだが、猿にも他の霊長類の胎児にもそういうことはないのだ。この税い毛というものは不思議なもので、6ヶ月目からぐらいから始、ま、生え始めるのだが、生まれるずっと前に消えてしまい、最後は つるつる肌の赤ん坊として生まれる。人の胎児において一時的だけ現れるこのぜ毛は、胎児がもしそのまま水,水の中に泳ぎ出ることがあるとすれば、水の流れにうかのように入っている。この意味するところは何なのだろうこれは実は猿と人との決定的な違いでもあるのだが、これまで土俵がないためにその意味が理解されないまま放置されてきた。この問題に気づいた学者の中には、人の胎児が母親の体内で泳いでいる体と、 体といったものもいた。胎児は溶水の中をゆっくりゆっくりと回転しているが、それは溶水という水の中に影響されるようなものではない。さらに人の体児と猿の体児を比較すれば、体毛の有無以外にも大きな違いがある。人の体児は最後はツルツルすべすべの赤ちゃん肌で生まれてくるが、生まれた直後を除けばみんなふっくらしている。他の霊長類の赤ちゃんは例外なく痩せている。これもまた重大な違いだが、 陽系成熟説の主張者たちは自分たちに都合の悪い事実は些細なものであるとしてことごとく退けてきた人は猿の養系なままで大人になる道を選んだというこの養系成熟説は必然的に機能の一部に適抗体があることを認めている人の場合は退化した身体能力を道具と知恵を用いて補っているという積極的な点が他の種の養系成熟のケースと異なっていることを全ての生物学者が忘れている また猿の養鶏には見られない要素があることも説明できないでいる。もう一つの鳥でサバンナ説。現在養鶏成熟説よりも一般に普及している仮説はサバンナ説である。サバンナ説によれば、先に述べたメッシングリンクの時期に起こったことは、 我々の祖先は当初アフリカ大陸の森林地帯に暮らしていたが、気候の急激な変化が起こって森林地帯にサバンナ化が進行した。一部の類似園の中から木から降りてサバンナでの暮らしを選び取るものが現れた。サバンナで生きていくためには果物や木の葉など、これまでと同じような食生活をしているわけにはいかない。狩りをする必要に迫られた彼らは、獲物を見つけるために直立、両手に武器を持って未速歩行をすることを学び、 道具を工夫することで脳が発達、大きくなった。体毛を失ったのは木の上よりも厳しい暑さをしのぐためである。この説は説得力がある。根強いファンもいる。NHK などのテレビ番組でもこの説に基づいた人類の進化史的な番組をよく放映しているし、イギリスのデビッド・アッテンボロー卿の制作した自然番組は完全にそうだ。しかしこの説にもおかしな点がいろいろある。 足が短く全速力で走っても大型本乳類の何分の1の能力もない人が、立ち上がって周りが見渡せるようになったところで生きるのに決定的に役立つわけではない。最初に述べたナガマピテクスの身長は1.2メートル程度で、背骨も曲がっていた。遠くまで見渡すことはできないし、獲物や敵を見つけても、利足なので走るのが遅くて何にもならない。道具に耐えるようになったため、筋力や身体能力が衰えた。 道具なしには以前よりも環境に対して弱くなっているような進化があったと言っていることになるが、そんな例は他にないし、なぜそういう必要があったのか説明できない。もともと森林にいた我々の祖先は進化の途中で樹上の生活と草原の生活と中途半端に行っていて、やがて道具を持てるようになってから完全に木から降りたというのだろうか。人は途中まで、 都合よくパンツを用意した上でおまむろに事情から降りてきたこと,いうことであり、言うまでもなく馬鹿げている。自然界においてそういう形で進化が起きたことはない。この説が言っていることは何かといえば、身体的生存能力を一旦環境に対して弱くして、改めてマイナスから立ち上がってリベンジしたということである。まるで相撲の後の先というやつだ。だがそんなことは、 ありえない。そういう生物はリベンジの余裕もなく死にたいるのが普通である。こういう進化論が全て説明できない別の不思議がある。パンツを履いた猿初版を制作中に担当編集長、小新田雄正一氏が言った。猿からヒットに進化したって言いますが、なぜ猿もちゃんと生きていた上、我々に捕まって動物園なんかにいるんですか彼らは気の毒じゃないですか。 木の上に残った猿と木の下に,に置いた猿とに分かれ、その両方とも生きている。そもそも両方とも同じ環境に置いて生きていけるのならば、どうして二つに分かれる必要があるのか。気が向いたやつだけ進化して、向かなかったやつは進化しなかった。とでもいいのか。進化しなかった方も一般に生きているのだから、環境に適応するためには進化しなかったければならなかったという理論は、ここでは成り立たないのではないか。 要計政治熟説もその他の説も最初からこの点において正しい生物,生物面を持ってなかった。人と猿以外の進化では大体のところの説明できている。問題は人だ。人はなぜ人にならなければならなかったのか。その必然性をめぐる土俵の作り直しが要求されてくる。人については、学者のほぼ優秀な学者の間では見当がついてきている。 だが、思い切っては言い出せないところなのである。理由はもう一つ決定的な分子生物学者のデータのような証拠を持っていることと、人においては、私がパンツと呼んだ文化が進化に相互作用しているという特殊な点の理解ができていないからである。生物学者が一番分かっていないのは我々人人人間なのだその理解があれば問題の解決は進む。だが我々 それは我々人類が明るく考えようとしているものとは下があるかもしれないぞという覚悟を持っていることが必要になるかもしれない。ほとんどの科学者はある仮説をけんげ検伝してしまった後で誤りであることが分かっても公約に謝罪し撤回するということはしない。これは科学者の一般的修正である。間違った説を時には四半世紀にわたって世の中に宣伝してきた挙句、その間違いを公式に認めることはない。 それでは老人ホームに行ったとき、俺は偉い学者だったと言って、威張ることができない。だから過去の性説というものは、上回りになりながらも残っている。サバンナ説に引導。ここでサバンナ説及び修正サバンナ説については、引導を引き渡しておかなければならない。パンツを履いたセロははじめ、私の本の最も身近な読者だけである,であるだけであってなく、元歴史教,教師にして、動物好き、 放っておけば、衛星放送で自然番組を見ている私の妻が、この説の信奉者である。それは個人的な問題だろう。などとは言っていられない。彼女は私がこの本で述べようとしている進化の真実に最初に異論を唱えた。彼女の進化観はテレビで見たアッテンボローの進化観のままであり、さだまんな説を捨てていない。肝心の進化の真実について明かされた時の反応ときたら、 バカなこと言わないでよというものだった彼女はそのまま私の説明を拒否して台所に立ち餌をねだりについてきた小チンチラにあの人の言うことは聞かないようにあなたにもバカな考えが移るからと言った妻には人間だから言葉を使って丁寧に説明したしかし妻の説得には苦労した 何年も共に暮らし、共に多くの自然番組を鑑賞し、熱心に意見を交換した妻が、私がこの本を書くより遥か前に考察の結果到達していた結論が分かっていない。だがそういえば順序立てて説明したことはなかったかもしれない。それでもあんなに説明を要するとは、この本を書いた今でも考えてしまう。それほどあってんぼろ的な態度は強いものだ。 人間は自分にとって信じ難い事実は認めようとしない。証拠をいくら出しても自分の信念を変えない生き物である。1912年、ドイツのアルフレッド・ウェーゲナーが大陸移動説を提唱した時のことを考えればよい。ウェゲネーは最初から十分に科学的な証拠を整えた上でこの説を提唱したのだが、20年もの長きにわたって、素人はともかく各地の科学アカデミーなどでも馬鹿にされ、 討論する機会すら拒否された。議論の対象にすらされなかった。今や誰でも知っているこの事実は長い間人々の想像の範囲を超えるものだった。公典では科学者も一般大衆と同じレベルになった。人は自分の身体感覚で理解できないものについては考えることすら拒否する。逆に言うと自分の身体感覚を基準にして考えようという態度でそれはそれで悪いことばかりではない。だが後に述べるパンツを履いた猿では すでに述べた暗黙知によらない状況。ただの近代社会的日常感覚では目の前の真実がまるでわからないことが起きる。科学の世界では一般大衆のそうした気分を背景にして間違った説を誇示する学者科学者が多い。わずかな化石から人の起源を推測していた1960年代までの人類学者は、類人へと人の分岐点を2500万年から3000万年前と考えていた。そのくらい前のことに違いないという気分が学会を支配していた。 今季はただの気分と願望である。1960年代に分子生物学が登場して DNA についての研究が進むと、人と猿との分岐点は500万年前だという説が提唱された。一気に5分の1から6分の1も期間が短縮された。人類学者はこれを無視しようと試みたが、分子生物学者の提出したものの方こそ真実に近いと考えられるようになった。分子生物学は進化論の土俵よりもっと厳密な科学だったからだ。 ととののの分岐点はは一気に近くなななり500万年前から700万万年年前前かから間ではないかというのが定説となったこれは私がすでに研究者の道を歩き始めていたほどのことだからよく覚えている。3000万年前というのと500万年前というのでは数字だけではなく哲学に関わる大きな違いがある。生物学者たちは根本をごまかして数字だけとしてそれをしぶしぶ受け取ったのである。 それなら進化は突然起こったもので、猿から人になるのに3000万年はかかると考えるパラダイムを転換しなければならなかったはずだが、そうはしなかった。だから基本がまだわかっていないのではないかという状況である。進化という名の対価。人は猿と共通の祖先から進化したという今では当たり前の前提となっていることの中に多くの重大な謎が隠されている。人とチンパージンの遺伝子は酷似している。違いはわずか1%に過ぎない。 体の各所も告似している部分が多いとはいえ、両者はいかにも違う部分が多すぎる。どうも断絶は、隔絶がありそうだという気持ちは拭いがたい。違いをよく見てみると、猿に比べて退化したのではないかと思える要素が多いことに気づく。実際、猿から進化したはずの人は、猿には身体的な可能なことのほとんどができなくなった。人の歌詞は物、ま、を全くつかめないし、何かにぶら下がることも不可能。 上司もさらに比べて非常に短く、器用に動かされるようにはなったが、筋力が著しく減退し、上司一本で体を支えることはできなくなった。手がある、足があるという点では猿と人は似ているが、実際の機能を比べると大きな違いがある。例えば人の大きな特徴とされている直立二足歩行だが、どう見ても四足歩行より客観が多い。進化,の進化ののなのではない。 人の祖先が生きてきた環境の中では前にも述べた通り直立するメリットなど何もない。なぜ人は直立二足歩行になる道を選んだのか。広い草原を見渡せるように直立したとか、道具を扱うために常に両手を自由にしておく必要があったとか、大きくなったのを体の中心軸で支えるためだとか、様々なことが言われたが、いずれの理由もそうなるべき必然性の根拠は薄弱であり、理由は後付けである。それでも必要な時は二足歩行ができるし、 りょうたまには両手で物を掴んだり、簡単な道具を使うこともできる。何かに追われて逃げるときは早く走りたいときなど、生存にかかるような場合には必ず指則を使う。物を持っている場合でも片手でそれを掴んで、残る3本の足で走る。また、猿は全身でも格子でも物を掴めまるのであって、その点で人よりも優れている。ただ、確かに猿は複雑な道具を用いた,ら組織たり、組織的に用いたりすることはできない。しない。 この違いは何だろう動物界には、チョダチョウやユウタイリ、カンガルーのように高速二足移動をする種があるが、ダチョウはその長い首で、カンガルーは体の後方に尾を伸ばすことでバランスをとる。全者を早く移動することは時には邪魔なのだ。しかし、人には長い首も尻尾も,もない。高速で移動するには不都合なのが直立二足歩行である。二足歩行だと転ぶ危険性も多くなる。 脳が大きくなったものだから、なおさら不安定である。転ぶ危険が増大すれば、怪我はしやすくなり、出血の危険性も増大する。ところが人は、怪我から身を守るタイムすら捨てて裸の猿になってしまっている。これは一体どう説明するのかかてて加えて他の霊長類と比べると、人の体には多数の末梢血管や末梢神経が皮膚の表面を通っている。 人はそのくせ象やくずじらやサイのように内臓を守る厚い皮膚を持っていない。腹部は骨にさえ守られていない。なのに直立することによってその腹部を無防備に正面にさらすことになっている。そんな状態で体毛を捨てたら生存の可能性を自ら低くしているのと同じである。かかわらずにもかかわらずなぜ人は直立姿勢を選び体毛も捨てて危険が増大する道を選んだのか。 少なくともそれを進化として選んだと言えるのだろうか。独立して二足方向を選び取ったこと自体進化の、進化の結果とは言えないと考えるべきだ。これまでの生物学者はそのように考えなかった。猿から人への変化をとにかく進化だと考えたい土俵が先にあったからである。環境に適応して体を変える、あるいは適者が生存していく。 結果的に後から出てきた種の方が環境に対して進化した種であるという観念の土俵がまず作られてきたからである。繰り返すが大運自身はそのような固定観念を持っていなかった。だから最も進化の遅れたミミズの研究を最後まで続けていた。彼の一応はミミズの研究であった。彼は血栓の本体であるフィビリンを溶かす物質を発見している。 これは大変な発見であったが、血栓症は人の進化の主要な問題点であるという土俵がないため忘れ去られてしまった。言うまでもなく、この固定観念は彼の後に続く者たちが作って持ち込んだものである。人が人となることで失われてしまったもの、退化したとしか考えられないものはたくさんある。それだけを論じたとしても、本の一冊や二冊では収まりきれない。そういうテーマの研究書はたくさん出されているのだが、 偉い学者のほとんどがそれを気に入らないため、公然とは論じられない。気に入らないものは認めないという態度は多くの学者の特徴である。それは土俵の問題であり、土俵は信奉者の飯の種であるからだ。決戦作りに励むさび。人が直立したことによって得てしまった数あるデメリットの最大のものは何かそれは決戦症である。どういうことか。まず直立二足歩行である。 我々が日常的に実感しているように直立という姿勢をとると腰に負担がかかり背骨を痛めやすい重力により体内の血液が下半身に集まってしまうためただ,ただ立ち上がるだけで寝ている時は四つん這いに比べて下肢以外の部分に行く血流量が2割も減少してしまう指則歩行の時はほぼ水平に送ればよかった血液を1メートルもの高低差をアップダウンさせなければならないため自然心臓の負担も増えた その高血圧はこのことが基本原因で生じると考えておいくらいだ。これに対処するためには平常直立時に対するシフトチェンジシステムを作っておけばよい。車のギアで言えばローからセカンドにシフトできれば心臓の負担はいくらか軽減するわけだ。一般に哺乳類は血圧を調整するためにアルドステロンというホルモンを体内に分泌させる。そのためにセンサーを持っていてそれはだいたい首のところについている。 指息であれば脳も内臓もほぼ心臓と並列になっているから首にあるセンサーは有効に働く血流もスムーズに維持される草原で高い木の葉を食べついでに遠くも見られるように首を伸ばしたキリンは自然の位置も少し引き上げた心臓の位置も少し引き上げたそれでもやはりかなりの高低差で血流を通さねばならないから 彼らも哺乳類としては体型上リスクのある選択をしている。しかし彼らはサバンナという環境における身体的能力について人と違って強化されている。大きな体と強い筋肉を持ち、高速で移動し、戦闘に対していつでも行為の体質性を持っている。その結果誰もキリンを襲って出血させようとしない。彼らだけが食べられる高いところの歯も容易に確保できる。 背が高くなっただけで直立しても二足でもなく、その背の高さは人と違って極めて有効だ。出血に対する凝固、凝結の特別な体内メカニズムも,もう必要なく、血栓症にも悩まない。我々人もこのアルスドステロンセンサーを持っているが、人は直立して重力がかかった途端、いきなりトップギアに入ってしまうため、外科手術術時と変わらないほどのアルドステロンが副腎皮質から分泌される。 このセンサーは自分の足で直立しなくても重力を感知して働くようになっている。例えば人間ドックで使うような台にくっつけられ多動的に直立したような場合であっても、アルドステロンは通常寝ている時の6倍も分泌される。重力が働けば必ずそうなる。子足動物にとって普通アルドステロンの過剰な分泌は臨戦体制を取るという指令として働く。結果、戦いに備えて急いで血糖値を増やす一方で、 出血を警戒して凝血を強化し、血管を収縮させる成分、アドレナリンを分泌する。つまり血糖値と血圧を上げ、凝血作用を強化する。我々人はこのような緊急体制を一日に何回も取っている。大した緊急時でもないくせにだ。なんという心臓に対する負担だろう。本当の緊急時には食べたものはできるだけ素早く腸で吸収され、糖分となってエネルギーになるのが生きるために都合がいい。 けれども我々人の緊急時はいわば疑似緊急時なのである。我々が警部に持っているセンサーには無用な情報を感知して疑似警報を鳴らしていると言える。人は進化して工場的に直立に足方向となったはずなのに、それを工場的なものとして受け取る体制をとっていないってことだ。起立して重力を受けるのは緊急時であった時のままの体内システムを維持している。進化としてはおかしなことだ。おかげで食物は無用に早く糖分に分解されすぎて、 糖尿病体質を生むことになった。緊急時に血流をいつも維持しようとする必要は高血圧のもとだ。人以外の哺乳類でも生きる条件によって糖尿病も高血圧も生まれるが、人よりははるかに少ない。動物も血栓症にならなくもないが、いつ来るかわからない不時の怪我や出血に備えるため、複雑で強力な凝固凝血のシステムを体内に用意して、 最後の仕上げにフィビリン、繊維層を絡みつかせて強力な血栓にすることにした人のシステムとは、いてもにつかのシンプルで有効なシステムを持っている。よって壊れにくい。決戦の問題には動物実験の有効性が限られる。人の体内にできた血栓がどう溶かされるかは、人為的に血栓を作らされた人間を対象とした人体実験が有効だったのである。恐ろしいことに、その人体実験を第二次大戦中、日本軍の軍医部隊、 悪魔の満州石井部隊とか731最近部隊と呼ばれるあれであるが実施した。結果、日本しか持たない血栓症のデータができた。それを欲しがったアメリカにデータを売った石井部隊関係者は、下されるべき先犯の宣告を受けるどころか、基礎すらされず、業績によって東大犯罪などに医学部で出世していった。個人名を調べたら、日本医学界での明声高校たる連中である。 今のおいら方も、旧厚生省の役人、医師も、ほとんどその直接の弟子である。その一部が再びあざとく朝鮮戦争で儲けようとして作ったのが、血液洗剤専門会社、緑十字だった。だから、この医療分野自体が元から汚れているのだ。特にこの緑十字が開発した血栓溶解剤、ウロキナーゼ、効かない上に副作用があり、危険、だけを脳梗塞に使わせているのは日本だけだ。他の先進国では一般的である薬、 危険,危険が少なく副作用も少ないを日本では使わせていない。おそらくこれにより死んだ日本人の数は薬害エイズの被害者数などはるかに上回っているはずだ。これは医療利のと治療研究の怠慢により人殺しのようなものである。よって日本で脳梗塞になるのは非常に危険だ。満州で行われた悪魔的人体実験の犠牲者の亡霊がまだ日本の病院を歩いていると言える。 日本の医療は一部にとんでもない闇を抱えていて、それが特にこの血清症に突っ込まれているのだ。緑十字が引き起こしたエイズ作り出し事件などはほんの一角であろう。これも人が人になったために起きたことで猿や猫の社会に緑十字などは存在しない。核のごとく人に特有な血の固め方、血栓の作り方、体内での調節法は複雑なものだ。どんなに短くまとめようとしても無理だ。短くするために嘘をつくか、重要な部分を削除しなければならない。 簡単に書いてあるものはいくらでもあるが、それらは全部間違いと言って良いぐらいだ。実際私は2冊の医学部の教科書に嘘が書いてあるのを見つけた。従ってそれについては最も簡単で正確な図と注釈を本書をにつけておくことにする。それを読んでいただければ、知能凝固から血管の収縮、血栓形成とその溶解のプロセスは、それを一つの巨大な像に例えると、全体像がつかめていないものだということはわかるだろう。 この問題が直立二足歩行や体毛喪失などの進化の問題に関わっているという理解が不十分なままでは大きな進展は望めないのである。問題は細胞内の科学的反応過程になっている。人は今その詳細を知らぬままこの薬を投与するとこういう反応が止まるようだというような手探りの治療に命を預けねばならない状況にある。そんな状況なのにそれがまた心臓病と脳梗塞という 合わせれば癌を超える死者を出す病となっているのに、これをまだ進化だと思えるのだろうか確かにダーウィンが最後に研究していたミミズの社会には大学も医学部もない。だが彼らは血栓なら自分で溶かすし、癌なら自分の体が粉末になっても残る強力な免疫細胞、ナチュラルキラー細胞があるため、初期に体内で食い殺せる。つまり大学も医学部も医者もいらないのだ。どちらが進んでいるのかわからない。 高等が移動する、人は特別高等動物。ダーマンは員は気づいていたにもかかわらず、後の学者たちによっても問題ごと無視されてきたり、あるいは解決されずにきたことの中に高等と高空の問題があった。人は、人のエージュ、これは人のエージュを殺すということ以外にも、人の進化について考えさせる重大な問題である。人の赤ちゃんは生後3ヶ月ぐらいから、 高等機関の入り口を奥の方に交代させ始める。当初は猿と同じように口頭は軌道とともに鼻の奥まで届いている。だがなぜか生まれた後交代し始める。この交体は生後6ヶ月ぐらいでほぼ完成し、以降は大人と同じ位置。口腔の奥で食堂入り口のすぐ前となるのだが、他の霊長類ではこのようなことは起こらない。つまり人だけが乳児期に口頭をぐっと喉の奥に移動させ、そこで大人になるのである。 このため、口頭は下よりもさらに下部に位置することになった。この奇妙な現象が意味するところの重要性をダウンは注目した。気管の入り口が食堂の入り口のすぐ前まで降りてきて、食堂と同じ高さで口を開けているという状態は、食べ物がうっかり気管に落ち込んでしまう危険性をはらむ。なぜそんな危険を犯してまで高騰を移動させたのか。危ないではないけど大ンは心配した。 そもそも人以外のすべての陸性哺乳類は公害よりも上の部分に行動がついて届いている。だから公害は気道と食道を仕切る壁となっている。これが意味するところは簡単である。の食べたり飲んだりしたものは決して気道には入らないということだ。食べたものは必ず食道に入って胃に達する。一方、吸った空気の方は鼻から入って口頭から肺に達する。これなら食べ物が気管に入るという問題は全く起こらない。 一方で、これらの本乳りは口から呼吸することができないことになる。筋肉をつく使って軟口蓋、口蓋の後方の部分でしばしば膜になっているため、多少は動かせる。動かし、少し隙間を作って呼吸する場合もあるが、ほとんどの場合、彼らは鼻で呼吸している。犬が体温を下げるために口を開けてハーハーとやっているときは、喉の部分を前方に突き出して、少しでも軟口蓋を動かしやすくしているのだ。 ところが人の場合、口頭がぐっと後ろに下がったため、口外、上顎の一部である軟口外からはっきり分離している。そのため、人の軟口外は上げ下げが可能で、食べ物を飲み込むときには蓋を引き上げ、食べ物が鼻腔に入らないようにする。話をするときは蓋を引き,上げ引き下げ、鼻から喉へ、あるいは喉から鼻への空気の通り道を確保する。人が鼻からでも口からでも呼吸ができるのも、鼻蓋音も出せるのも、 鼻に入った空気や水を軌道まで入れず、一時鼻腔の中に止めておくこともできるのも、この仕組みがあるからである。いずれもさらにはできない。逆にさらならにはできる、飲みながら息をすることが人にはできない。どちらが進化しているのか、人の口頭の位置が生み出した危険について考えれば、それはむしろ対価であろう。生命の危険が大きい方が遅れていると考えるべきだからであり、危険を上回るエメリットは今のところ考えられない。 鼻孔を通った空気を肺に入れる方が、咳によって有害物質を体外に出すという余計な機能を不要にする。実際食べ物を器官に詰まらせて死ぬ人間の数は、かなりの数に上る。だから人の親は昔から、物を食べながらおしゃべりはしていけないと子供に注意しなければならなかった。 これは下品だからだとか、口から食べ物が飛び散って汚いからとか言った、しつけの問題だったのではなく、生死に関わるからだったであった。何よりもこの問題には注目したが答えを出せなかった。彼は大学の研究者ではなかった。生物学者でもなく、民間の農学者、土壌の研究者で、生物に関することでは、ミミズとかサンゴなどの、いわゆる加藤動物の研究を行っていたため、後継者がいなかった。 加藤動物といったが正確には第一義的なプライマリーという意味から来る原始的プリミティブな生物である。ダーウィンは生物体の原始的メカニズムに関心と敬意を払っていたのであり、彼自身はその著書において進化とは偉いものだとは言っていない。進化がいかに必然であったか、広範な現象であったかということを力説したのである。彼に続く生物学者は進化論を新しい科学上の進学として祭り上げたため、 ダーウィンが感じた疑問点は、その存在すら忘れ去られてしまった。忘れられた重要問題の一つが、人の高騰の位置だったのだ。人の高騰は、哺乳動物の中でひどく特別な位置にある。つまり、特別高頭動物なのだ。本当は口頭だけでなく、咽頭、軟口外、気管、食道などの空気や物を体内に入れる部分の全てが問題である。これらの気管は、人や猿がどういう環境で生き、 どういう環境で進化したのかに最も強く関わっている。だから血液、血管の問題と同じぐらい重要なことのはずである。人は生後3ヶ月から6ヶ月の間に口頭の位置を喉の後方に移動させる。一つはには直立したことの結果であるように思える。生まれた後に口頭の移動が起きるということは、この変化が猿以降に人が獲得したものだと思わせる。猿と人との連続よりも確実を推測させるものだ。この高頭の移動、すなわち高等の移動、 航空の変質は先にも述べていくつもの変化が環境に対する不適応を生んだということと同じく環境に不適応なもう一つの例である鼻からだけ息をしなければならない猿から人への進化は対価なのではないかという疑問に合致する乳幼児特別支症候群の悲劇このような変化にはどういう意味があったのだろうか 19世紀にダーウィンがこの変化を発見したにもかかわらず、その後、生物学者も医者も研究を放置し、大きな悲劇が起こってしまった。乳児はうつ伏せに泣かせる方が良いという育児法によって、数多くの赤文は死なねばならなかった。うつ伏せ寝は1970年代にオランダの医師たちによって首相された育児法である。この育児法は、以前からあった乳児の突然死を増加させた。 乳児の突然死はそのほとんどは窒息が原因だが、生後3ヶ月から6ヶ月の期間に集中して起こる。乳幼児突然死症候群、サドンインファントデスシンドローム、SIDS と呼ばれる。当時赤ん坊はうつ伏せに寝かせる方が良いと指導された。80年代に入る頃には60、60%の赤ちゃんがうつ伏せに寝かされたと推計される。結果70年頃には4.46%だった SIDS の発生率が、 87年には1.13%に上った。増加率は146%だ。そこで87年に保健所がうつ伏せ寝をやめるように呼びかけると、翌年には 40%SIDS を減少した。これほど明らかな因果関係が示唆されたにもかかわらず、医学界は公式にはうつ伏せ寝が SIDS の主要な原因だとは認めていない。医学界はもっと真剣に原因を追求しなければならなかった。 この結果から原因をつかむことは、それほど難しいことではないはずなのに、脳の異常が原因かもしれないと言って、原因究明を怠っている。うつ伏せ根以外の原因、脳の異常が原因の場合もあるかもしれないが、数的に主要な原因はうつ伏せ根である。脳の異常説は、うつ伏せ根を推奨してしまった学者たちが、それ以外にも原因があると言って、責任を回避するために生まれたものだ。その結果、SIDS による乳児死亡率は日本では2位。 欧米では1位というくらいの状況にある。先に述べたとおり生後3ヶ月ぐらいになると乳児の高騰は下よりもさらに下の位置に向かって抗体を開始する。乳児は鼻だけでなく口でも呼吸ができるようになる。このことは人を人として特徴づける方向のものであるのだがその時期の乳児の身体的反射運動の方はまだ鼻呼吸のままなのだ。つまり進化の方向と具体的な発育においてズレが生じている。 赤ん坊は風邪なので鼻が詰まると苦しくなって泣き出す。声を出して泣くことにより口頭が口外から離れ、口から呼吸できるようになるため、赤ん坊は一旦楽になるのである。大きな声で泣くことで赤ん坊は自分の呼吸を楽にしているとも言えるわけだ。そしてほっとした赤ん坊は口を開けたまま眠りに落ちる。その時、うつ伏せに寝ていた場合や、仰向けでも頭が後ろに下がった状態で寝ていた場合には、口頭が再び口外の上に戻ってしまう。 この時は危険なのだ。抗害水、すい、喉人口が軌道の上に降りてきて、ちょうどそこにはまり込んでしまうことがあるからだ。恐ろしいことに空気の通り道が塞がれて赤ん坊は窒息死してしまう。死の直後には筋肉が弛緩するため、驚いた母親や医師によって赤ん坊が抱き上げられると口頭は元の位置に戻る。そのため死因が不明になる。これが SIDS である。付け加えれば赤ん坊の頭が柔らかい布団やベッドの端から、 真下にぐっと下がっている場合は、うつ伏せ以上に危険な場合である。この姿勢の方が口頭が口蓋水によって塞がりやすくなる。この突然死は口頭の位置が抗体移動する生後3ヶ月から6ヶ月の間に死として起こる。発生時期がほぼ決まっている。それ以外の時期に起きたものは、無呼吸症候群の結果ではないかと思われる。睡眠時無呼吸の問題については70年代から注目されてきた。 無意識時に舌が,舌が軌道に落ち込んでしまうために起こるものだ。舌が軌道に落ち込むと、人は除骨や横隔膜を振動させ、呼吸を続けようとする。このような現象は筋力が落ちた老年世代に多く見られるが、何らかの原因で同じようなことが乳幼児に起こり得るということかもしれない。これについては、はっきりしたことは分かっていない。うつ伏せ寝だけが SIDS の原因ではない。うつ伏せ根それ自体が患部を殺すわけではない。特に、 うつせ寝が SIDS を引き,引き起こしやすいこことは明らかなのである。これは医療が結果的に殺人を犯した例の一つに挙げることができる医者たちがそれでも脳の異常が主な原因だというのなら乳幼児死亡率の上位を占めているこの病をなくすためその研究の結果を分かるように示すべきである SIDS の重大な原因は人の行動の特別な位置及び器官と食道との関係である 人においては、高頭や高外水など、航空全体の設計が悪いと言わざるを得ない。SIDS もまた人の進化あるいは対価の問題だと言える。この事実は私が唱えたものではない。進化論の講習、新た,新たな進化論の講習を放って、エレイン・モーガンが90年代、90年に身体進化上の問題として分析していた。医学の世界がその隣接分野のうち、進化に関わる生物学に無関心であることはよくある。 21世紀の今日でも先進国日本で乳児の死者2000人に1人が SIDS で死んでいる。生後3ヶ月から6ヶ月の願望が火がついたようになったとき、そののど,ちのどちんこの位置を意識しつつ寝かせ方を変えてやるだけで、その死は防げる。1980年代後半のある時期、SIDS 家族の会に代表を務める福井ステファニーさんが我が家の隣に住んでおられた。福井さんは、 86年に最初のお子さんをこの SIDS で亡くされた直後の頃であった。福井さんはそれ以来 SIDS の原因を探るとともに社会的な理解を進める運動をしておられた。子供を失うという体験に追い打ちをかけるように親の不注意で死なせたと責められて苦しむ親がたくさんいた。周囲の無理解により子供を失って苦しんでいる親をさらに責め立てるということが行われていた。 そういう親を精神的合唱から救おうという運動を福井さんは立ち上げた。その運動はまだ続いている。まだ無理解があるということだ。医学界が原因を究明しないせいでもある。その当時、私も妻も SIDS について基本的に無知であったため、申し訳ないことだが、ほとんどお役に立てなかった。だからここで SIDS の根本的な原因には、口頭の移動という、 特徴づける奇妙な進化、あるいは対化が関わっているのだということを改めて明らかにしておきたい。余談ながら福井さんは私たちが隣人になった当時、2番目のお子さんの育児にかかっておられた。今にして覚えば、高等が移動している危険な時期であり、最初のお子さん,お子さんを亡くされたのと同じ時期であったから、非常に気を使って育てておられた。そのせいで、夫人の母国がアメリカから日本までついてきた。 巨大な長毛の猫が我が家に住み着いてしまった。遊びに来たのではない。断固として居ついてしまった。閉じまりをしておくと、よ家の間の塀に登ってきて、大きな肉きのついた手のひらから爪を出して、家の窓をガラスをたたいた。カーテンを閉めておくと人間のいるところに回ってきてたたく。最初に、 カーテンを開けたとき、大きな猫の,の顔と15センチぐらいの間隔で出会ってびっくりした。虎のようにさえ思えた。窓を開けて家へ帰れ,帰れと言うと、猫はびっくりするほどの俊敏さで脇をすり抜けて家に入ってきた。我が家と福井さんの家は同じ設計になっていたから、その大猫は自分の居場所である2階に、二階に上がっていくのであった。それを止めようとした妻は、 シューと大きな声で脅された。我々は福井さんの運動を直接には助けられず、臨時の猫シッターとなって間接的に助けることしかできなかった。これが現在まで続いている。進化か断絶か。ここまで述べてきたように、人とサンの間には大きな断絶がありそうだということ。その断絶はもしかしたら進化ではないのかもしれないということは、実は多くの人が意識はしないまでも気づいていた。 ここのの気づいているていてるる。ととうが大切なのである結論は明らかだ。人は類人縁から全体的かつ直接に進化したのではない。だから類人縁と人を結ぶ中間の化石は見つかっていないが、ミッシングリンクはもともとなかったのだ。これまでとは視点を変え土俵を作り直した上で探し直せば、21世紀に別の意味でのミッシングリンクが見つからずである。 それを含む様々な真実群の存在を踏まえた上で、ようやく考えることのできる、人の現在と未来について語りたいのである。第二節。人はいつどこで人となったのか。ここで述べる結論は、一応には仮説に見えるだろうか、いくつかの手続きを得て最終的には確認されるだろう。我々の心に残っている遠い記憶に合致するはずだ。ここに述べる出来事が、 我々の祖先が体験した事実でもあるからだ。あまりにも強烈な出来事の連続であったために、我々の真相心理の奥底にトラウマとして残っている。読者の中には共振や共鳴といった心の装置を通じて、体内の統一記憶が強く呼び覚まされている人もいるに違いない。それはその後で我々が自分たちに都合よく作り上げた幻想とは一致しないが、それはそれでよい。 人が言語として心の中に残している記憶とはそういうものだ。人に都合の良い物語を作って言語に変えて、その不安を鎮めてくれるのが世界宗教の役割である。だがもちろん嘘を言っている。その世界宗教が未だに大きな影響を持っていることを含めて、過去の真実は今も社会のあちこちで影響を及ぼしている。我々はその不安を逆に真実を直視することによって取り去ろうではないか。 例えば、これはこの説で述べることを少々先走っていうことにもなるのだが、大きなプレートとプレートが近くの海底でぶつかっている日本水半島では、その近くの動きを感じて、ここは人類が生まれた地だと主張する宗教者がいる。地中における大地の動きと起因する時期の変動が、霊感のきっかけとなるからである。プレートのぶつかり合う地域では地震が起こるだけでなく、地中で他の火山とつながらない炭性火山が生まれる。 そういう炭性火山はしばしばご神体として崇拝される。例えば伊豆の大室山ほか、時期の流れを乱し、そこだけが何かと別の存在を主張するからである。実,実はプレートとプレートの大激突は猿が人になった場所とその時代の特徴であった。その時何が起こったのか